い、桜大戦定劇グラフやっていきましょう。これもう今までも結構何回もやってるとはちょっと言い過ぎかな。あのね、メインのストーリーの部分を一周だけやってて、さくらのエンディングになってるんだよね。で、他の人のもちょっといつか見たいなーって言ってたんだけれども、久々に多分ね、2年ぶりぐらいなんだよね。ちょっとやっていきたいと思ってます。じゃあ、早速入っていきますか。まあじゃあ4つあるモードの中でこのね、メインのものになってくる眠れる森の美女からね、やっていきましょう。前回は、これがそもそも何をするゲームなのかっていうのがあんまりはっきりわかんない中でやってたので、今回はちょっと勝手が違いますね。まあ少し忘れてるところを思い出しながらにもなってくると思うのでね、その辺もちょっと一緒に付き合っていただければと思います。ではスタート。では始めます。何がすごいって、結構このゲームちゃんとボイスとかも入ってんだよね。もうこんな朝っぱらから呼び出しなんて何の用ですか？いいよな、こういう普段の感じが出てんのがね。あ、まあ先にちょっと概要だけ言うと、桜大戦2のね、あのストーリーの中である大正14年の狭間に起きたある日の出来事っていうのをね、描いてるんですよね。なんでも舞台のことで米田支配人からお話があるそうですよ。そういう話だったな。ちょっとサクサク行こうか、とりあえず。舞台言うても秋公演の青い鳥までまだ時間があるんとちゃうの？そうか、秋と夏の間だったんだよね。この時大正14年は春公演、夏公演、秋公演っていう形でやってたんだよね。さあ、とにかくお話を聞いてみないと。花組からしてもまあちょっと意外な呼び出しではあったんだろうな。いや、すまねえな、朝早くに呼び出しちまって。米田支配人、花組全員集合しています。花組をね、全員集合させて、まあ楓と米田両方がいるっていうことだから、まあある程度大きなことっていう感じはするよね。今朝こうしてお前たちに集まってもらったのは他でもない。他でもない。実は今度花組の特別公演をすることになった。特別公演。特別公演ですの？そう。現在帝都市民は度重なる国旗会の破壊活動に不安を感じている。今のすみれくんのボイス一言聞きながら思ったのがさ、やっぱり大正12年、特に桜大戦 GB とか最近やってたから、あの頃のすみれくんよりだいぶ落ち着きがある雰囲気を感じるよね。確かに今の帝都からは明るい話題や笑いが消えかけているような気がしますね。やっぱりここがね、その多分1周目の時も喋ったけども、帝国歌劇団っていうのは戦いだけじゃなくて、その舞台を通じて人々にその笑いとか明るい話題っていうのを、ね、提供しようとしているっていう、もう一つの側面、を持ってる効果、意味っていうのをね、強く見ている気がするよね。このストーリーだからすごくそこがいいんだよね。だがそんな市民を励まそうにも、季節公演制を敷く現状のやり方では限界がある。まあ回数が少ないってことよね。そこで花小路伯爵の提案で急遽公演をする運びとなったのさ。結構こういうトップダウンってびっくりしちゃうよな、現場の人たちは。なるほど、そのための急な呼び出しだったんだ。でもまあこうやって花組の余裕をね見てると、やっぱりそういうのに対してすぐに順応できる、頼りになる存在の感じがねあるよね。花組ってやっぱ2年間で成長してんだよな。公演まで時間もない上に秋公演、青い鳥の準備とも重なってしまうけど、こんな時だからこそ私たちにしかできないことがあると思うのよ。そこに余裕を感じるんだよな、楓さんと花組のみんなの反応にね。俺たちにしかできないこと、
今の帝都市民の心を明るくすることができるのは帝国歌劇団花組だけだ。あーいいね、もう我々だけっていうところに誇りを持っているのが、私たちも見ていて応援したくなっちゃうよね。やってくれるな大神。あ、もちろんですよ。でもなんか大神が反応していいのかなっていう感じもするけどな大神はどっちかっていうと舞台に出る方じゃないからな。しかしそれにしても準備期間が足りないと思うのですが。それなら心配無用だぜ隊長。頼りになるなあカンナ。そうです、苦しい状況でもなんとか乗り越えられるのが花組の良いところですから。一周目の時どれ選んだかな、そういうのもちょっと思い出したいよねあえて一周目のプレイのやつ見直さないでちょっと今やってんですけどね。うちも発明の腕でいっぱい振るわせてもらいますさかい。できればね一周目と違う選択肢を選んでいって進みたいけどね。いろんな花組のリアクションとかボイスを見ていきたいもんね。そうだな、みんなの力を合わせれば少ない時間でもなんとかできるはずだ。やりましょう大神さん。みんなで協力すればきっと素敵な公演になります。こういう声が自然とパッと出るのがね、花組がたくましくなったのが伺える様子だよ、伺えるところだよね、こういうところね私の演技を皆さんに見てもらういい機会です。レニとアイリスなんか喋ってるちゃんとなんか声が聞こえないんだけど。米田長官、そういえば肝心な演目を伺っておりませんでしたわ。そうですね、この演目がまたいいんですよね。おお、そうだったな。楓君、説明してやってくれないか。まあでもそうか、青い鳥なんて特にネギとアイリスがメインを張るしな。今なんとなく二人の名前挙げたけどね。はい、みんな今度の演目は眠れる森の美女よ。そうね、これがねまたいいよね。眠れる森の美女、あ、レギだ。眠れる森の美女、17世紀フランスの童話作家シーペローの作品。ペローの代表作は赤ずきん、シンデレラなどを収めた童話集。これも多分一周目の時喋った気がするけど、まあシンデレラが特に花組にとってはね関係のない作品ではないからね。実際に演じてるしね。花組対戦コラムスの方皆さん参照してくださいご名答。魔女の呪いで眠ってしまった姫とそれを助ける王子様のお話よ。そうでしたね。これまた面白いんだよな。そして大神、今回の特別公演についておめえには一つ頼みがある。眠れる森の美女のストーリーってちゃんと実は知らなかったから、この桜大戦でやるまでね、帝劇グラフで。だからこれで見て、あ、そういう物語なんだなって一つ教養としても知ることができたし、なんかやっぱ桜大戦ってこう物語、まあ今回は童話が原作っていう話だけども、そういうものの良さっていうのをね、文学の良さっていうのを知ることができるのが桜大戦の良さだよね。はい、何でしょうか。今回の特別公演は急に決まったこともあって、楓くんも何かと忙しい。ここでお前には楓くんの代わりに公演準備の指揮を取ってもらいたいのだ。楓さんが普段やってるようなことを大神さんがやるっていうことだよね。まあ後にね司令になるから、そういうバトンを渡していくような意味合いもあったのかなって今振り返ると思うよね。俺が指揮を取るんですか？指揮といっても難しく考える必要はないのよ。あなたと花組で舞台に合う照明や道具、衣装や背景を決めてくれればいいの。織笠さんの声ってやっぱすごいよな。なんか聞くだけで安心するし落ち着くよな。楓さんにこういう風に言ってもらえたら
ちょっと今その大神って米田から急に言われてびっくりしている感じはするけれども、楓さんの言葉で、あ、なんかちょっと安心してできそうかなって一段階落ち着いて考えられるもんね。わかりました。良い舞台になるようにみんなと努力してみます。ありがとう大神くん。大神固いな。さあそうと決まったら早速準備開始や。うん、まあちょっとこの辺でそろそろ喋ろうと思うんだけど、簡単に言えばその舞台が開始されるまでの間のその準備の期間をアドベンチャー形式でね、桜大戦でよく慣れてるねマップでちょっと探索したりとか、みんなと話をしながら選択肢、言葉や行動を選んでいくっていうのを通して舞台の成功に導いていくっていうのをね、うん、やるゲームなんですよね。でその中でもう一つプラスワンでやんなきゃいけないことがあるんですけど、まあちょっとそこはもう少し先に喋ろうかな。おい、ちょっと待てよコーラン。あ、行っちまった。コーラン行動が早いな。あたいとコーランは道具部屋で準備してるから後で来てくれよな。うんうん、道具の準備をコーランとカンナがやるんだね。僕は地下倉庫でかき割りの背景を準備する。後で見に来て。うん、かき割りね、これ面白かったよな。まあちょっとこの辺も後で話しましょう。よろしく頼んだぞお前たち。率先してどんどん動いていく花組を見て、ちょっと米田もね、いやー頼りになったなーって思いながらね、この笑顔が出てくるんだろうなきっとね。それじゃあ俺もこれで失礼します。意外にみんな大事なこと聞かないんだよな。あ、ちょっと待って大神くん。はいはいはい、何ですか。みんなを手伝った後10時までに私の部屋に来てほしいんだけど。うんうん、10時までに楓の部屋ね。10時に楓さんの部屋に行けばいいんですね。わかりました。それじゃ頼んだわね大神くん。じゃあここからが移動していく感じかな。確か本編と違って1移動10分だった気がするよな。まあ地下にレニがかき割り準備してんのと、道具部屋でちょっとカーソル合わせるの難しくない？何回もこれ地下のとこ合わせんの、地下の当たりのレンジ狭いでしょ。地下にレニがいて、大道具部屋にコーランとカンナがいるっていう話はしてたよね。まあそこを行くのは義務なのかな、ちょっとその辺も実は分かんないんだよね。まあいろんなところにみんながいるはずなので、ちょっとフランクに回ってみましょうか。ロビーとかってなんか誰かいたりする？まあ間違いなくいるところに行くっていうのが1周目の遊び方だったからな、2周目もちょっと工夫はしていきたいよね。誰もいないみたいだ。他の場所に行こうか。そうか、まあスカも当然あるよな。結構いないな。あ、強制的に移動させられちゃうんだな。あーもうこんな時間か。そういえばカンナとコーランは道具部屋にいるんだよな。さっきカンナにも誘われたし、ちょっと行ってみようか。このセリフが出て強制的に道具部屋に移動になるんだな。はあ、はあはあははあ、なんか他に隠れてるイベントとかないのかな。そういうのもこぼしたくないけどね。まあ何週も遊べるゲームではあるからね、そこは気楽にやりたいけどね。いやかな、こら、いや来たね隊長。もう大神はん遅い遅い。ごめんごめん。ところで二人は今何をやってるんだい。もうめっちゃ面白いもんなこれもな。えへ、この部屋の中は大道具や小道具でいっぱいやろ。まあ確かにな。でも結構パッと見ると整理されてる方だと思うけどね。だからこの部屋に埋もれてる道具を使うもの使わないものに分けてるのさ。さ、大神はん一緒に手伝ってや。お、それじゃあ始めようか。でこれが最初のミニゲームだね。ダブルの標的、あたいは大道具、コーランは小道具を投げるぜ、しっかり受け取ってくれよな。まあジャンプと大神の移動ですね。まあこれいきなり練習なしでやっちゃおうか。もう見てりゃわかります。
いっぱい道具取るってだけです。はいはいはい、あ、鉄アレイとか爆弾は触んなっていうやつですね。お、はい、あ、はい、いけるいける、よし、はい、あ、意外に、あー痛いよあ、爆弾、爆弾、危ない、あ、鉄アレイ、あ、爆弾なんでこの人たち爆弾や鉄アレイも投げるの、すごく危ないでしょう。あ、ちょっと今連続で解いて、いった、危ない危ない、あ、爆弾、あジャンプはやっぱしない方が取れる感じはあるよな。はいはい、よいしょ、あー鉄アレイ危ない、あ、今何点、今何点、31点、おい、はい、あ爆弾触った気がする、あなんだなんだなんだ、大神が一瞬動けない時あるけど、もしかして発射した直後の鉄アレおもろい、痛い痛い痛い、大怪我大怪我、もう鉄アレイとかね、あれなんか評価あんま良くなさそうな反応だったな、どうなんでしょう、どうですか、まあこんなもんかな、暗い顔してんな、そうやな、使える道具もいざ探すとなるとなかなかあらへんな、なんか今回良くなかったんだろうな。まあいいや。あとはタイトコーラントでやっちまうから。ごめん。俺がもうちょっと頑張っていれば。結構でも頑張ったよな。そんななんか大失敗した感じではなかったけどね。何言うてんの、大神はん。手伝ってくれて、ほんま助かったで。ああ、そっか。これは初めて見る反応っぽいな。隊長は他の連中の様子を見てきてくれよ。あ、わかった。それじゃあ、あとは頼むよ。そうか、そうか。まあ、なんか、これちょっとがっかりだね。まあ、とりあえず、外れなしで行くために、地下にまっすぐ行っちゃいましょうか。レニがここでかき割りやってるって話だもんね。地下の倉庫かな。バラ組の部屋があるのは行きたいよな。ちょっと覗こうか、この後ね。レニー、作業の進み具合はどうだい？順調だよ。あ、レニー、何か俺に手伝えることはないかな？わかった。じゃあ、手伝って。まあ、淡々としてるよな。もう一回言っていい？アイリスいた？今日。アイリスが一回も出てこないんだけど、バラの名前。まあ、これはジグソーパズルですね。これもさっと行きましょう。さーっと出てくるんだよな。で、ペンキの準備してんだよな。はじめ。なのにパリンって割れんだよな。これは、ここのこうだな。カドッチョが簡単だよね、こういうのはね。の、あと12秒。あと12秒か。ちょっと急がないとな。9、7。はい、はい、はい。いけるか、いけるか、いけるか、あー、ギリギリなかなかやるね。危なかったー、よかった、よかった。あと1秒でしたよ。あー、ハラハラしたね。思ったより、いい出来だ。やるじゃない、隊長。危なかったねー。レニーにそう言ってもらえると俺もやった甲斐があったよ。冷や汗もんでしたよね。そう、それは良かった。危なかったな。でもね、こういうのでどんどんゲームが行き詰まったり、なんかゲームオーバー的なこともあんのかな。公演失敗とかね。隊長、僕の方はもういいから他のみんなを見てきたら。レニーは一人で大丈夫かい？うん、あとは仕上げだけだから。わかった。レニー、それじゃあ、あとは任せたよ。了解。まあ問題は他のみんながどこにいるのかが全然わかんないんだよな。誰もいないか。でも誰もいないのか。はい、じゃあちょっとね、今どう編集してるかわかんないんだけど、フリードで全然誰とも会えなかったので、攻略本をちょっと読むことにします。前回はそういうの全然ね読まないでやったんだけど、
今さっと見たらイベントがある場所に行ける確率って相当低いんだね。だからこれ見ながらじゃないとちょっと誰かに会うってのは相当難しいと思うな。これ面白そうだな。医務室行ってみようかな。医務室にどんなことしてんだろうな。あら、一郎ちゃんじゃない。大神からするとやべって感じなんだろうな。おはようございます、大神さん。おはようございます。どうしたんです、こんなところで。どっちか怪我でもしたのかな、よきひこさんときくちゃんね。うふふ、それは秘密。ところで一郎ちゃん、素敵なお知らせがあるのよ。医務室で秘密のことするってなんか嫌だけどな。医務室もさ、医療ポットある側じゃなくて、こっち側はなんか学校の保健室みたいだよな。はあ。なんだろうな。実は、地下に私たちのお部屋ができたので、そのことをお知らせに。ああ、まあ、ねえ、2の本編ではよく知ってる場所だけどな。だから、一郎ちゃん、これからはいつでも遊びにいらしてね。はい。それじゃあ私たちはこれで失礼するわ。ほら、キクちゃん行くわよ。はい、大神さん、私お待ちしていますから。はいと言ったからには行かなきゃまずいよな。気にしなくていいよ。まあ聞きたくないことを聞いてしまった感じなんだな。ミニゲームは必ず行かなきゃいけないっぽいから、先にじゃあミニゲームを消化しちゃおうか。9時半までに1回ミニゲームをクリアしてないと、いかんぜよみたいですね。なめたらあかんぜよ。いくぜ。ほらよ、やったぜ隊長。おお、まあこのぐらい、50ぐらいがあれなのかな、成功の評価の境目なのかな。よっしゃー隊長、使える道具がわんさか見つかったぜ。嬉しそうだな。大神はんが50個以上見つけたからな。ほんまや、やっぱり大神はんに手伝ってもろて正解やったわ。じゃあ次ですが、サロンに行ってみようか。サロンにいるみたいだからね。あら、ごきげんよう、少尉。すみれくん、やっぱまあすみれくんの居場所といったらここですよね。いや、すみれくん、ちょうどお茶を入れたところでしたのよ。よろしければ醤油も召し上がりません？いいね、すみれくんからのお茶のお誘いね。あ、それじゃあごちそうになろうかな。すがすがしい香りだね。これは何のお茶なのかな？ミントという薬草のお茶ですわ。ミント前回も見たかな。私、お稽古の前には必ずこのお茶を飲むことにしておりますの。すごく気分がすっきりして集中力が増してくるんですのよ。本当だね、なんだか元気が湧いてくるような気がするよ。ほほほほ、それはようございましたわ。勝利には公演の準備で頑張っていただかないと困りますものね。こういう選択肢なしでも自然と信頼度が上がるイベントもあるんだな。今信頼度アップの効果音が鳴ったけどね。ありがとう、すみれくん。ほほほ、どういたしましてですわ。やっぱりちょっと落ち着きがあるよな、2年前と比べて。あははは、さあもうそろそろ行かなきゃ。すみれくん、ミント茶ごちそうさま。ええ、このようなことでよろしければいつでもどうぞ、勝尉。やっぱね、温かみがあるよね、お茶のようにね。さてさて、じゃあ、なるほどな、厨房に行ってみようか。じゃあ、いや、アリスじゃないか。こんなところで何してるんだい？お皿を返しに来たの。お皿を使ってたの？はあ、食堂とかじゃなく、なんか自分の部屋とかにお皿を持ち出していたのかな。お皿？珍しい借り物してるな。まあまあ、フントだな。いや、お前も一緒かい。花丸にしようかな。すみれくんがつけた名前だよね、花丸はね。で、白がさくらで、トルテがアイリスだよな、花丸。えへ、花丸のご飯のお皿だよ。
あ、もうそれに合わせて話を進めてくれるんだね。ほえー、なるほど。これもしかしたらタイムオーバーにしたら他のメンバーが選んだ名前が出てくるかな。このね、白い犬の名前っていうのはね、実は桜大戦2とか花子ら2で実はちょっとお蔵入りにしてるんですけどレニのストーリーモードでもこう名前について言及するのがあったので、ちょっとどうしようかなって思ってんだよね。そっちも機会がちょっとね、なんか見せるべきかちょっとお蔵にした理由があるんだけどうん、そっちも見せたいなともちょっと最近思うし、なんかこういうイベントがあるとね、この名前っていうのがね、触れてみようかな、どうしようかなそうか、花丸が使うお皿だったのかね。お兄ちゃん、ゆりお姉ちゃんやかすみお姉ちゃんが留守の間、あ、留守でいないのか。そうかそうか、道理で見ないんだな風組がな。あー、なるほどね。アイリスが花丸にご飯をあげてるんだけど、ってことは言い換えると普段は花丸にはゆりかすみがあげてたんだ。なるほどね。花丸は何が好きなのかわからないのね。お兄ちゃんはワンちゃんが好きな食べ物ってわかる？肉食のイメージがあるけどな。肉じゃないかな。結構ストレートに考えて答えちゃったけどね。犬ならやっぱり肉が好きなんじゃないかな。できれば骨付きでね。骨結構ガジガジかじってるイメージあるもんね。そうなんだ、ありがとうお兄ちゃん。あ、でもね、アリス、犬はずっと昔から人間と一緒に暮らしてきたから、本当は人間の食べるものはほとんど犬も食べられるそうなんだよ。へえ。まあ一部ダメなものはあるらしいけどね。だからみんなの晩ご飯が残ったらそれを分けてあげるといいかもしれないね。ああ、なるほどな。まあまあ、よくこのぐらいの時代はそんな感じでご飯あげてたっていうイメージがあるよね。うん、わかった、そうするよ。まあ一応ね、厨房の人とかにも相談した方がいいんじゃない。まあまあね、あげちゃいけないものとかもあるしね。あ、花丸がどっか行っちゃう。ねえ、待って、これ名前選んだらなんか何かしらの効果あるかな。スミレくんの信頼度が上がるとかね。あー、アイリス、行っちゃった。元気がいいな、二人とも。さてさて、じゃあ次はどうしようかな。